はい、すいません。で、今日はお昼のテーマは、まあ、家で1畳のスペースでも運動不足解消というのをテーマにトレーニングしていきたいと思います。まあ、運動不足解消、運動不足だなって感じたときに、まあ、一番何かこう一つ取り組むとしたら、何か取り組むものって一つ挙げるとしたら、例えば伊藤何かある？伊藤さん何かありますか？トレーニング、運動不足解消、運動不足だなと思ったときに、何かこうトレーニングするとしたら、一つ挙げるとしたら何かある？ストレッチ。ストレッチ、なるほどね。まあ確かに、体の柔軟性っていうのはすごい大事で、まあ、体の柔軟性がないと怪我もしやすくなったりも確かにするんだけど、まあ、今回その運動不足ってなってくると一番大事なところは、まあ、体幹周り、体の芯をしっかり鍛えることになります。まあ、例えばマラソンを始めるとか、ね、ランニングを始めるとかあるんですけど、いきなりそういうことをやってしまうと怪我したりとか結局続かないって形になっちゃうので、なるべく運動不足解消のためには続けるようなトレーニングを、まあ自分のペースでいいのでやっていけるといいかなと思いますので、まあ、自分でなかなかできないっていうところで皆さんでこうやって、トレーニングやることで、まあ、継続的にやる習慣をつけていくっていう狙いもありますので、よろしくお願いします。で、これからトレーニングを始めていきますので、まず最初にストレッチ、ウォーミングアップですね。で、トレーニング、最後にクールダウンという形の3部構成になってますので、この形でよろしくお願いします。なのでこれから、音声をミュートにしていただいて、 OK ですね。やっていきますので、最初ウォーミングアップやっていきます。よろしくお願いします。では右足を前に出します。で、前に出していただいて、で、上に上げていきます。で、耳のところぐらいまで行ったら体をぐーっと反っていきます。はい、戻します。1、これ5回いきましょう。はい、上に2、はい、戻す。はい、3、はい、4、はい、5、はい、OK です。では今度は手の右手を上にして、こんな感じで、で、このまま上に上げていきます。で、戻す。1、指先をしっかり見ましょう。2、3、4。はい、ラストバランス崩さないように気をつけましょう。ラスト5。はい、OK。では、この反対いきます。左足に変えましょう。で、前へ流して、上に上げていきます。1、2、行きます。5。はい、OK です。では今度は左手を、この状態から上に上げていきます。反対側まで。2。いいですね。3。体を横にずれないように固定しながらですね、体をまっすぐのまま行きましょう。4。はい、ラスト5。はい、OK。 では今度は足をまた右足に切り替えます。で、両手を後ろについてお尻を引きます。ももの裏とふくらはぎ伸ばします。で、前に行って左手をついて右手を上げます。1、はい、後ろに引いて、
い、前に行って、はい、開きます、はい、後ろ、前、3、後ろ、前、はい、ラスト、前、はい、OK、今度反対行きましょう、左足です、両手を後ろにお尻引く、伸ばして1で前に行って開きます、2、はい、 OK、 後ろ、前、開きます、2、はい、後ろ、前、3、後ろ、前、ラスト、後ろにお尻引いて、前に行って、手を開きます、5、はい、 OK です。では次はちょっと股関節を回します。こうみたいな形で足を開いて、つま先を外に向けましょう。このまま肘を膝にします。で、つま先を上げる、1、2、3、4、5、体を下ろさないように6、前に上げて、体上げて、7、8、9、はい、ラスト、 OK、 もう少しここ伸ばしますよ。お尻を落としてかかとを持ちます。あ、いいですね。で、このまま同じことやります。1、はい、2、これ6回いきます、3、4、5、はい、6、はい、 OK、 いいですね、ナイス、股関節ですね。では次ですね、もうちょっとやっていきましょう。体を膝曲げてもいいので、手をついてます、なんと、で、このまま前に進んで、手を半歩ずつぐらい前に進んでいきます。で、行ったら元に戻る、1、1、で、戻ってきて、1、1、はい、もう一回行きましょう、1、2、1、2、1、2、1、で、この足で一歩ずつ前に進んでいきます、1、2、1、オッケー、裏しっかり伸ばしましょう。はい、ナイスです。で、ちょっとウォーミングアップがこれで以上になりますので、水入れたり少し呼吸整えましょう。で、起きらずに、まあ、お食事した方もいらっしゃると思うので、あの、体幹、お腹周りと お尻周りを中心にちょっとトレーニングしていきますので、よろしくお願いします。で、最初にですね、四つ前になりましょう。四つ前になっていただいて、こんな感じですね。肩の真下に手が来るような形で、これは前に行くと肩が力が入ってしまうので、肩の後ろに、で、四つ倍、足ちょっと開きます。大丈夫ですか。で、この状態から足をつま先ついて膝を上げます。地面から膝を、そう、で、これでキープします。レディー、ゴー。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、はい、OK。いいですよ。では次ですね。ナイスです。OK、OK。で、次は、
ちょっと足をついた状態から上に上げます。上に上げた状態で四つ這いのまま手を前に、左手を上げてキープ。そうです、これいきましょう。まだいいですよ。まず手をついてこのまま手を上げる。またきつい人は足ついて OK です。はい、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、下向かないように人が合わせる。1、2、3、4、5、 OK。 はい、 OK です。結構体プルプルしてましたね。はい、では次反対にしていきます。足を離す。次はついてて OK です。このまま離してまた前側へ伸ばして、はい、キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、2、3、4。はい、 OK、 ナイスです。で、次はですね、肘をついて、足を後ろに伸ばします。で、このまま外に開きます。1、2、3。まずは足を伸ばしましょう。そうです。このまま横にスライドさせる。1、そう。2、10回いきましょう。3、4、5、真横にかかとを持ってきます。6、7、8、9、ラスト、10、OK! ナイスです、いいですね。今度は逆にいきましょう。真横に足をスライドしていきます。このまま肘をついて、足を伸ばします。伸ばした状態から、右足を外側にしましょう。レディー、ゴー。1、5、2、3、4。はい、うまく押さえる。頑張りましょう。5、そう。いいね、どんどんいいね。6、ナイス。そう、7、はい、8、はい、ラスト、10、OK! ナイス、ナイス。今のお尻も使えるので、ヒップアップだったりとか、こう猫背とかに効果的になります。お尻しっかり上げていきましょう。では次は、内もものトレーニングします。内転筋。横向きになってもらって、こんな感じですね。で、普段はこうやってやってたんですけど、こっち直しだけで体を上げます。右を下にして横向きでまず寝てもらって、左足で体を支える。で、きつい人は左手もついてっていいです。ちょっとできる人はこのままキープ。これを15秒キープします。そう、左足でキープ。たぶん足伸ばして左足。そうそうそう、右足はこの状態で上げた状態。ここ、ずっと。そうそうそう。いきますよ、レディー、ゴー。はい、キープ。上げて、1、2、手ついても OK です。3、4、5、6、7、8、9。はい、OK。はい、次反対行きましょう。いいですね。テクさん大丈夫ですか？で、今度同じ足、右足をで踏ん張る。この状態、肘つきで、ここで内転筋を使って体を上げる。で、肘が遠いとですね、肩痛くなっちゃうので、肩の真下ぐらいがいいですね。ちょっと遠すぎると結構きついので、この状態から足でキープで、膝上げられる人は上げる。
そうです、いきます。レディー。はい、アップ。1、2、3、4、5、6。呼吸止めないように。吐いて、9。はい、OK! ナイスです。地味なんですけど、結構きついトレーニングになります。それでは。で、今度はもうちょっと内側刺激しましょう。横向きで寝ます。ちょっと寝ていただいて、両足曲げて、左足を前。これでもいいです。こうやって、右足を伸ばします。で、このまま足を上げる。足を上げる。そう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 。で、膝を曲げないように伸ばしながらいきます。そう。はい、一回下ろしますよ。レディー。はい、上げる、アップ。1。はい、ダウン。はい、アップ。2。はい、3。ダウン。4。上げて。5。はい、6。7。8。9。そしたらラストでキープ。1。キープ。2。3、4、5、6、下がってますよ。7、8、9、はい、OK! OK、大前筋ですね。今度はこっち側行きます。反対側、横向きになって、寝ちゃいます。で、足を、ちょっと組んで、で、左足ですね。これを上げます。まっすぐ上げて、まっすぐ上げる。体がくの字にならないように気をつけてください。まっすぐ。これ足ペタッとこっちでもいいです。ちょっと曲げても、お尻硬い人は立てなくても OK です。では行きましょう、レディー。はい、アップ、1。はい、2。3。4。5。6。7。8。9、はい、キープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK! ナイスです、いいですね。ナイス元気。普段あんまり力が入らないところなので、ここしっかり動かしてあげると腹筋もつきますし、骨盤が安定するので、こうずれてる人とかもより良くなります。なので、まあ、普段からちょっと意識してトレーニングの方もやっていきましょう。では次行きましょうか。ちょっと動きもつけながら行きます。この状態、腕立て伏せのような形でこんな感じですね。で、膝つきで OK です。膝つきでこのままで、ダウンして、肘ついて、伸ばして、伸ばして、胸を触って、こっちを触って、ダウンして、ダウンして、伸ばして、触って、触って、ダウンして、伸ばして、触って、触って、という形でやっていきます。6個。最後ですね。じゃあ、一回やってみましょう。まず、肘つき。肘ついて、肘ついて、で、伸ばす、伸ばして、タッチ、タッチ、で、はい、曲げて、で、伸ばす、で、タッチ、タッチって感じでやっていきます。これを20秒間やっていきますので、20秒ですね。ちょっと、しっかり刺激入れていきましょう。では、いきますよ。5、4、3、2、1、はい、肘ついていきましょう。1、はい、合わせて、タッチして、タッチして、1、1、1、1、タッチ、1、1、1、1、1、体を倒さないように、よいしょ、よいしょ、よいしょ、いいですね、いいテンポ、皆さんいいですよ、1、1、1、はい、戻す、はい、OK、ナイスです。固めるだけじゃなくてちょっと動きもつけていっていきました。まあ腕立てと似てるんですけども、体がこうぶれないような状態を作っていくっていうトレーニングです。
で、最後はちょっと背中周り、一緒にちょっと刺激入れて、おしまいにしていきます。今度は、こんな感じで、で手をつま、指先を体の方向に向けて、後ろ見るとかなりきついので、肩のちょっと後ろぐらいで、で、足を開きます。このまままず上げます。体をアップして、で、これでキープでも OK です。できる人は、上げる。膝を上げる、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 上げる。そう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 。だから OK。で、そうです。ケンさん OK です。で、お腹が落ちてこないように頑張りましょう。これを、10回10回頑張ってやっていきますので、ラスト頑張りましょう。では、この状態作ります。では、右足からは膝を上げる。いきますよ。レディー、ゴー。1、はい、2、はい、3、4、5、6、まっすぐ膝だけ、7、お尻を落とさない。9、10、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK! ナイスです。大丈夫でしたか？まあ、体幹周り、どちらかというと、お腹もそうですし、腰、背中っていうのが体を支える背骨周りにすごい大事なところになりますので、ちょっとそこを刺激していきました。で最後はちょっとクールダウンストレッチして終わりにしたいと思いますので、最後使って終わりじゃなくてちゃんとケアもしていきましょう。今動画になります。足を伸ばして両手を横につけてお尻を引きます。そうすると骨盤が立つので、この時点で裏が伸びると思います。で手を膝の上で、このようにはませていきます。で、つま先までいける人はつま先、足の裏までいける人は足の裏で、下を見ないようにします。斜め前を見て遠くに伸ばすようなイメージで、呼吸を止めないようにしましょう。鼻で吸って口から吐く。はい、 OK です。では次はですね、両膝を落とせましょう。今日内側をしっかりやったのでちょっと伸ばしていきます。このまま真横に足を出していただいて、頭の後ろで手を組みます。で、こちらの右の肘が自分の膝の方につけるように、この横の中と後ろの内側を伸びます。はい、いいですね。はい、呼吸して、はい、 OK。 この反対ですね。左足出してぐーっと一緒に倒して気持ちいいながらいいでしょう。はい、 OK。では足をまた、今度足の裏と足の裏をくっつけます。で、この状態で手をまたついてお尻をします。OK。 そうするともう結構内側上がってきてる人、ここが上がってくるのも結構多いので、肘で右からちょっと押します。そうするとこっち側のももの付け根が伸びてくると思います。内側ですね。少し押す、ちょっと体重かけるぐらいでいいです。で、今度反対側、左、そうです。はい、 OK。 で、最後両手でぐーっと軽く前に倒していきます。肩が上がらないように、こう肩に力を入れないようにしましょう。
はい、OK。 では、この状態で右足をフラストをやっていきましょう。前に出して、左足を膝少し下げましょう。後ろに下げて、で、右足を折りたたみます。そう、そうです。で、体を前に倒して、こっちに出してこの足を折りたたみます。で、前に倒す。そうするとお尻が伸びてくると思います。そうですね、はい、OK。 今度は左足行きましょう。左にして、で、右の膝を少し後ろに引いて、で、このまま横にスライドしてきて体を倒す。こっち側にずれないようにまっすぐして伸ばしましょう。 OK、 ナイス。はい、 OK です。はい、ナイスでした。では、ミュート解除していただいて構いませんので。はい、お疲れ様でした。じゃあです。はい、どうもありがとうございます。まあ、結構最後の方とか、ちょっと動かすようなトレーニングが多い中で、しっかり体の軸が固定してできたので、ナイスでした。素晴らしい。なので、こういうトレーニングを継続的に、まあ、普段、自分を意識して歩いたりすることもないと思うので、刺激を入れることによって、そこに頭の認識がいくと、頭から脳からの指令も出やすくなって、体もより動かしやすくなるので、まあ、いい機会なので、こういうふうにトレーニングをしていくというのは、大事なのと、やっぱりみんなでやっていくと自分だけはサボれないみたいな形になりますので、皆さんで一緒に盛り上がっていただけると思いますので、よろしくお願いします。で、あとこちらの動画は後で YouTube で上げたり、するので、まあ、コメントだったりとか、コメントに感想だったり、あとは何かこうブログリクエストもお待ちしておりますので、ぜひ YouTube チャンネルの方の登録してない方いましたら、ぜひ登録の方もよろしくお願いします。はい、で18時からまたやっていきますので、ぜひまたその後、まあ、平日は今週このスケジュールでずっと行きますので、ぜひまたの参加お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、では今日はありがとうございました。お疲れ様です。お母さんのです。ありがとうございます。お母さんもダメよ。待っていい？待っていい？食べます。